万葉線株式会社は、富山県高岡市と、同県湯津市において、万葉線を運営する、第三セクター方式の鉄道会社である。万葉線は、正式には、高岡駅停留場から、六道寺駅までが、軌道法による軌道である、高岡軌道線、六道寺駅から、腰の方駅までが、鉄道事業法による鉄道である、新港港線の2路線に分かれているが、 一体の直通路線、万葉線として運行されている。かつて、越中国史として、高岡の不思議に赴入した、大友やかもちが、万葉集の編集を、はじめ、数多くの歌を残したことにちなんで、高岡機動線、新港港線を開通越能鉄道が経営していた、時代の1980年に、万葉線という愛称が付けられた。 下越能鉄道が利用客の著しい減少と経営環境の悪化を理由に廃止とバス代替の意向を示したため、存続を願う高岡市と旧新港市が中心となって2001年に第三セクター会社の万葉線株式会社を設立した。2002年2月に下越能鉄道から事業場とされ、 同年4月1日から新会社にて正式に運行が開始された。路面電車を運営するための第三セクター会社は日本初であった。2004年1月21日より新型の超低床車両 MLRV 線形を導入している。観光客をおもとした乗客誘致のため2008年7月から土・日祝日は 沿線の新港出身の落語家である、立川志之助の声で、車内アナウンスと、沿線案内を行っており、ユニークなアナウンスを聞くことができる。なお、このアナウンスは、ドラえもんトラムでは放送されない。また、2018年から、トミーテックの鉄道娘とのタイアップにも取り組み、地元以外から、鉄道ファンや萌え系愛好者の集客にも役立てている。 イメージキャラクターに設定されている、吉久子野のの等身大イラストが、万葉線本社の窓口にあるほか、スタンプラリーやグッズ販売なども実施している。路線図ほぼすべての列車が、高岡機動線と新港港線を相互直通しており、高岡駅腰の片間全線を運行する系統が15分間隔で設定されている。朝夕ラッシュ時には、米、 島口発着列車や朝と夜に、米島口中心港間及び高岡駅マイナス中心港間の区間列車が設定されている。高岡駅発23時の最終は日曜日運休である。年度別輸送実績万ニ要線の輸送実績を下表に記す。輸送量は激減しているが、第3セクター赤後は下げ止まっている。表中、最高値を赤色で、 最高値を記録した年度以降の最低値を青色で、最高値を記録した年度以前の最低値を緑色で表記している。鉄道統計年報より、抜水管内鉄軌動事業者輸送実績より、抜水年度別営業成績万葉線の営業成績を可表に記す。表中、収入の単位は1000円。数値は、年度での値。表中、最高値を赤色で、 最高値を記録した年度以降の最低値を青色で、最高値を記録した年度以前の最低値を緑色で表記している。鉄道統計年報より、抜粋万葉線に在籍している車両及び過去に、在籍した車両は以下の通り。因は冷房車。ありがとうございます。